こんにちは、羽賀ひかるです。今回は知っておくとあなたの人生で見える景色がほんの少し変わる、人生が変わるサインや前兆を読み取るという方法についてお伝えしたいと思います。前の動画で人生が良くなるための兆しというのはですね、例えば病気だとか事故だとか借金だとか、そういったネガティブな出来事っていうのは人生は実は人生が良くなるための兆しなんですよっていう話をしました。で、今回の話はまた別で未来予測、未来予知の方法なんですよね。それがね、サイン前兆を読み取るっていうことなんですよ。これね、まあ言い換えると兆しを読むと言います。でね、この兆しを読むための占いっていうのがあるわけなんですね。で、その代表的な誰でもやったことがある占いの一つっていうのがですね、これが兆しを読むための占いっていうのがおみくじなんですよね。そう、ね、ちょうどこの動画ですね、2020年の始まりの時に撮ってるわけなんですけれども、おみくじをこう1年のですね、初詣の時に引く、今年の運勢どうだろうかっていうのはですね、実はこのおみくじにですね書かれてる、実は記事とか今日とかじゃなくてメッセージ性の部分の方が大事なんですね。で、どうしてもね、お人はですね、うわ大吉やとか今日やみたいなとこ取られがちなんですけども、そこ実はね関係ないんじゃないんですよ。重要なのは実はメッセージの部分ね。おみくじによってはですね、和歌で書かれたりします。おみくじによってはですね、短いメッセージだったりします。今日もね、僕ね、1月2日なんですけども、初詣してきてですよね、おみくじを引いてきました。ああ、これ自分にとってのメッセージなんだなっていうことがですね、見えてくるわけなんですけども、そういう占いがあるわけなんですね。で、例えば、おみくじ以外にもですね、有名なこのサイン前兆を読み取るための方法の占いっていうのが、タロットなんですよね。タロット占いです。ね、タロットに書かれたメッセージからですね、その時の事象を占うっていうのがタロット占いではある。で、これはね、東洋で言いますと易っていう占いなんですよね。で、易ではですね、このサイン前兆を読み取る方法のことをケオトルって言います。で、このね、ケオトルために実は昔使われてたのが何かって言ったら、はい、日本の国技であります。実はお相撲なんですよね。で、相撲っていうのはですね、今はね、こう単なるスポーツのイメージになっちゃってるんですけども、その昔はですね、これは本当に護身事で、そのお相撲の結果っていうのがですね、これは未来の前兆ですよね、兆しが現れるっていうことだったんですね。どんな相撲になったか、まあ、その相撲の勝ち負けもそうなんですけどね。だから実は八家より残ったっていうのはですね、これは八家から来てるっていう話があったりしますね。まあ、八方位のエネルギー、八つのエネルギー揃って、よし、さあどう出るみたいな感じが八家より残ったっていう意味合いだったりするということなんですね。で、私もですね、実は占い鑑定の時にたまにね、気を取ったりしますね。駅の占いを使わせてもらうことがあるわけなんですね。ただね、もうね、駅の毛を実は使うっていうことをやるんですけどね、これね、もう共通してるポイントがあるんですよ。何かってことなんですね。でね、要は駅のですね、税蓄というですね、これアイテムを使いながら、その時にその人にとって必要なメッセージっていうのを伝えるわけなんですけども、どっちかっていうと私がこの駅の毛を取る時は鑑定のラストですよね、仕上げでこう使う時があるわけなんですね。つまりはその人に対するアドバイスであったりメッセージっていうのをですね、多分1時間とか喋るわけなんですね。で、念のため例えば毛を取ってみましょうっていうのを取ってみる。ほんなら見事です、これね。何が見事かって言ったら、大体私が喋った内容とその後に取った液の毛の内容はほぼ同じってことですね。つまりは毛を取らなくても私がですね、ずっと喋ってる内容っていうのはそれに沿ってるっていうことなんですね。でね、なんでそうなるかっていうと、私はですね、占い鑑定の時にその人の意識であったり霊体であったり、そういった背後の世界とシンクロします、同調しますね。一体どういうメッセージが流れてるのかなってことを感じた時に口が回ってこう出てくるわけなんですね。そうだからね、で、その相手の意識の状態とシンクロして気を取るから出るメッセージっていうのは同じになるっていうのは当たり前なんですね。で、こっから今回は自分でその人生が変わる前兆を読み取る方法についてってことなんですね。で、これはね、例えばおみくじの引き方とも共通するところがあるんですね。
でこれからですよね、1月ですね、神社参拝されるっていう方もいらっしゃると思うんですけどね、おみくじがね、ただ漫然と引くよりかは引くポイントがあるんですよ。それね、何かって言ったら、おみくじを引く前に一回自分の聞きたいこととか自分の今の状態とか悩んでることっていうのを天に投げるんです。つまりは、天の神様よと、私にとって必要なメッセージをくださいとか、必要な情報をくださいとか、私にとって今年必要なテーマを教えてくださいとかっていうふうにして投げておくわけなんですね。もしくは、今の恋人との関係をより良くしていくために必要なメッセージは何でしょうかとか、今の仕事をより良くしていくために必要なメッセージは何でしょうかとか、私はこうこうこういう目標、会社の売上目標、自分の成果目標、こういうふうにして考えてます。これ達成するために一体どうしたらいいでしょうかってことを投げるわけなんですね。それに対する答えが返ってくるってことなんですね。だから投げるってことなんですね。でね、おみくじを引く前にそうやって投げるから、おみくじで形ですよね、メッセージとして、前兆として、兆しとしておみくじから現れるっていうことなんですけども、じゃあね、おみくじ引かんとあかんかってことなんですよ。No, そんなことはないわけなんですよね。で、要はですね、日常生活の中でも自分がですね、例えばこれって一体どうなんでしょうかっていう感じで投げるってことがポイントなんですね。でね、ポイントはですね、やっぱ投げ方なんですよね。で、これね、そうやって天に投げるというか宇宙に投げる時のポイントなんですけども、例えば、やっぱね、ざわついた状態では投げにくいっていうのがあります。これね、都会だとか満員電車の中だとか、なんか周りでこう人が話しかけられてるっていう状況では投げにくかったりしますね。だから、例えば一人でですよね、やっぱりこう静寂な空間の中で投げてみる。で、例えば何かって言ったら、投げる時に紙に書いてみるっていうのもありなわけですよ。これが気になってます、これって一体どうなんでしょうかみたいな感じで投げておくっていうことなんですね。そしたら、早い場合はその日のうちに兆しとして現れるっていうことがあるっていうことなんですね。ね、必要なメッセージが、例えばたまたま読んだ本で入ってきたりだとか、もしくは同じようなフレーズをたまたま何度も目にしたりだったりとか、違う人から全く同じような内容のことを言われたりみたいな感じだとか、たまたまテレビで見た情報っていうのは自分にとって必要な情報だったりとか、たまたま YouTube で見た情報がドンピシャ必要な情報だったりするってことなんですね。なんでかって言って投げてるからなんですよ。でね、このね、投げておくときにまさにですね、書けば叶うです、書いて投げるっていう方も実はあり得るっていうことなんですね。これを知りたい、一体これって何なんでしょうか、これってどうしていったらいいでしょうかってことを紙に書いておく、これも投げるっていう方法の一つで、そしたらですよね、日常生活の中で答えが返ってくるでしょうということなんです。はい、で今回は人生が変わる前兆ですよね、読み取るっていうことなんですけども、結構ね、書けば叶うの本にも書いた通りなんですけども、常にですね、未来からですよね、もっとこうした方がいいよとか、ああした方がいいよとかっていう感じで弾が流れてきてるわけなんですね。でも自分自身がこうしたいんだよとか、ああしたいんだよとか、これってどうなんですかっていうふうにして未来に対して投げてなかったら、その未来から流れてくる弾に対してもキャッチしづらいっていうことなんです。だから私が言いたいのはですね、未来に対しては投げかけましょうというお話なんですね。でね、投げてすぐに答え返ってこない場合もあります。これって一体どうなんでしょうか、でもなんかこれってメッセージなのかなとか、違うんじゃないかなとか、これって一体どうなんだろうみたいな感じなんですね。でもすぐに確かに答え返ってこない時ある。でもね、答えが返ってくる瞬間っていうのはね、ピタッとくるというか、なんかしっくりくるわけなんですよね。でね、これをね、やるときにですね、これってこうなんじゃないのかなとか、ああなんじゃないのかなみたいな感じでこねくり回しちゃう人います。でもね、本当に未来からやってきてる前兆っていうのはですね、パッとそうに違いないっていう風な感じで飛び込んでくるっていうことなんですね。ね、この動画で、ね、収録した1月2日なんですけども、ね、よく言ってるんですね。1月に起こる出来事っていうのは、その年1年の象徴になることが多いっていうね。ね、YouTube ですよね、私の YouTube ね、よく拝見していただいて分かると思うんですけども、1月の1日ですね、YouTube ライブですよね、私ですね、まさかのですね、女性ナンバーワン起業家のですね、鈴木美穂さんにですね、公開でこう説教されるっていうですね、ハプニング映像があったわけなんですね。まさかこんなこと起こるとはみたいなことやったんですね、これね。いきなり起こるみたいな感じではあったわけなんですけれどもね。まあでもね、やっぱ振り返ってみたら、あれってやっぱメッセージなんですよね。
この1年間ですよね、想定外を楽しみなさいということであったりだとか、もしくは自分と考え方がねちょっと合わないような人ともこう融合していきなさいっていうようなメッセージであったりだとか、もしくはもっと周りの協力を仰げよっていうね、あの一つの現象でもいろんなね、僕はね前兆兆し、この2020年の自分に対するメッセージっていうのをむちゃくちゃ感じたっていうところではあったわけなんですね。でもそれは1月だけじゃなくて日々日々ですよね。実は自分にとって必要なメッセージは来てるということなんでね、これをやっておくと何かですよね、そういった自分の人生にとって起きる出来事っていうのが対策できるってことなんですね。つまりはいきなり悪い出来事とか大事件っていうのが起きるんじゃなくて、これやめときやとか、もちろん控えめにしときやとか、気ぃつけやっていう感じのメッセージがパン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 っていうのに来てて、それを無視して気づかなかったらやがて大事件につながったりするっていうね。でもしくは小さないい兆しとかっていうのもあって、それ乗っかって乗っかって乗っかってやってったらやがて大きな開運とか大きなんですよね、成功につながったりするっていうことなんです。まあ、2019年ですよね、伊勢神宮参拝セミナーで1000名達成したっていうことありました。それもそうなんですよね、こうやったらいいよ、ああやったらいいよ、こうしたら乗っかってきるよっていう小さな兆しがあって、それをですねいろいろやっていった結果のですね目標達成ということではありました。はい、今回ですね人生が変わる前兆サインを読み取る方法ということでお伝えさせてもらったんですけども、ぜひですね未来から流れてくるメッセージをキャッチしてですよね、運の波に乗っかっていっていただきたいと思います。あなたの開運をお祈りしております。チャンネル登録、いいねボタン、グッドコメントですよね、よろしくお願いします。ハーバヒカルでした。